流れからですね。何の笑いでしょうか。何ですか。はい、閉めたから。あ、閉めたからですね。忘れておりました、その話。なのに笑っているから。めちゃくちゃこうね、なんというか。早すぎたか。すみません。あの、この時期になってさ、はい、入学式を思い出す。あー、懐かしいな。友達できるかなと思いながら心配、ドキドキしながら。あー、言ったな。今日から高校生活スタートだ。ドキドキするな。入学式の会場はここだ。よし、僕の席はあったった。よいしょ。いや、友達できるか心配だな。あの子も同じ新入生かな。僕、タケル。よろしく。あ、タケルってんだ。うん、よろしくな。えい。え、どこ中だったの。あ、僕東中。え、お前東中。お前、お前東中かよ。お前なんだよ。別にお前って言ってもいいだろうがよ。たく、こいつ、いや、二学期の距離感。どんだけ早くなろう、お前、おい。初日からヘッドロック聞いたことがない。友達できんぞ、その。いや、てかさ、名前教えてよ。いや、クイズ。クイズ当ててみてよ。当てる、うん、え、難しいよ。出席番号順でお前の隣だぜ。あ、そっかそっか。じゃあ僕、佐々木だから、さーし、お、島田とか。違います。違う。もう正解言うわ。ああ、よろしくな。うん、これ、渡辺翔吾。いや、島田か鈴木か関根の位置。佐々木の後、渡辺。お、佐野はとかごっそりゴリゴリ食っと出ていいから。名前読みが始まったよ。元気よく挨拶しないとな。もう部活決めた。いや、まだだけど。翔吾は野球部。あ、野球部。野球部入って甲子園目指すんだ。かっこいいね。もうすぐお前の番だぞ。あ、そうそうそう。佐々木健くん。はい。あ、よかった。渡辺翔吾くん。はい。いや、異国の声量。やっぱりもっと野球部はのぶとくでかい声出せ。それは異国だぞ、お前。野球部無理だよ、そんなやつ。違う部活入るわ。あ、違う部活入る、うん、あの、1日にレッドブルを70杯飲む部に入るわ。おい、ほんまに翼を授かるぞ。授かってどうしたいんだ、お前。なんだか、そんな部活は。あ、ほんとだ、ほんとだ。チャラチャン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 、チャラチャン。うちの校歌ってこんな感じなんだ。かっこいいな。いや、サチモスのノリ。サチモスのノリ。校歌でグループは感じるな。ここだよ、お前。校歌の歌詞の中にさ、うん、あの、東っていう文字と熱帯雨林っていう文字が、うん、計10回出てきたもんね。おい、ここはアマゾン東高等学校か。アマゾン東高等学校やったらそんな効果だろ。もうええわ、お前。もうそれやったらもう終わった後、入学式を教室行ったあのホームルームでお前学級委員長とか決めるだろ。確かに。立候補したのは井上哲也君と僕、渡辺翔吾の2人です。開票します。井上哲也君48票、僕渡辺翔吾2票。いや、貴乃花の負け方。それ二次戦の時の貴乃花